事件が事件が起こるかもしれない事件かも今後してみていきましょうさあ三回戦が開始いたしました親はドライチさんですドラは3層いいんじゃないですか赤い赤いですねドラが五枚ありますね全部でそしてこちらフェニックスさんですうん。まず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  お三元役が。健常ミニ三元ですね。はい、本一本朗トイトイとかありますね。マンズで。白を着られる前に重ねて9万ポン。9万ポンするんじゃないですか、これ。もう泣きますか、9万。泣きませんか。うーん。泣いて三層いいそうですよね。ここに来ちゃった。 おっさん店長、ファイト。<laughs> すごいダンディーですよね。おイーストから入ったらもう、絶対ちゃんとですね。はい。えっ、ー、と、薬杯ちゃんタドライチー。現状は6000点の上がりですね、ナイ安すぎる。ダメですか。6000点ですよ。い,いっか。<laughs> <laughs> なんかさっきの純ちゃんが4班の話じゃないですけど、はい、本当にね、3人家のこの、ちゃんたと,とか純ちゃんとか、安く感じますよね。はい、ドラマ赤も絡まないし、あどうす食い下がりっていう。<お>ここは今ンンの統いととし、ウーピンを使い切る形にしましたね。さあ、リーチといきます。W さん、町は初と9万のシャンポン町。これならいいです。嬉しいです。うん、なるほど。面前 <laughs> なら。 嬉しいですそうですよねはいじゃあドライチさんが白を仕掛けています選択ですちょっとピンズ触りにくいですかさあテンパイそっち嘘が現物なんで嘘ぽんじゃないですかなるほどではこの嘘を切るとドライチさんにテンパイが入ります待ちはそっちピンューピン<え>いい待ちおっとこれどうしましょうイースピンサブローピンこれはリーチでしょう ローソを切ってじゃあリーチと行きますか。はい。さあ、いいスピン、サブローピン。いいピンがない。でも積もりそう。あー、あいたな三3ピンだ。フェニックスさん流り。リーチドラさん。裏ドラはありません。漫画です。お手本にしたくなるような。ね、本当に。 あ高梅さんの公式サイトをジャンサクさんがコメントで残してくれてますので、ねはい、ぜひね飛んでもらって難波にねチートイツいいシャンテンになりましたドライツさんもういいシャンテンですか早、はい、はいはい、コメント拾ってもらえると嬉しい,いや<あ>コメントたくさんくださいねおっと一つあんこができたこんだけ早い順目に一つあんこできると なんかもう、いいね、ついドイツだともったいなく感じちゃいますよね。うん、おっと、ここ,もだここが2つあんこできたあ。みんななんかあんこっぽくなってきたから、これできますよ、これ。あれですか、噂のドイツはってやつですか。あんこばです。あんこばですか。<laughs> はい。けんこ場。あ、今横でもしかしてコメントしてくださってる感じですかね。あ、サブロ9層。<laughs> サブロ9層になりました。 さあ、天ンパマチはサブロッキスト、ここはリーチといきます。はい、<あ>パチでここに来た。そ<の>サブロッキストちょっと薄いですか薄いんですけど、どこも使えないですよね、これ。そっか、使えないのか。 これ使えないでしょローソとか来てもね。さす、うん、が二枚、ローソが一枚。あれあ、ここ。急走、ここに来た。急走がこれでなくなったかな。うん。残り三枚か。意外とまだある。はい。あ、ドライツさんの上がりはなくなりましたね。これで。筋で掴んじゃいましたもんね。ねまあ、でも、数アンコーワンこう行ってたら、逆にフォージュなってたかもわかんないんで。あ、確かに。あ、そうここに来た。 川崎君、プラストを持って余裕かまさないようにねって<わ>、<laughs> これ、ポイントを持った状態で後半戦打つっていうのも、かなり緊張しますよ、ね、そうですね。なんかこう、責任感というか、おっと、はい、これは ?3 層短期。3層短期ですね、チートイツ、4枚使いチートイツの先輩テンパイです。 いやー、てないですよね。い,よねいやー、しっかりここは。ね、じゃあ、そのままいきりましょうはうあ、そうだ、缶ができる。そっか、めくれなくても缶ができるんですね。これで終わりですね。これ,、ね、かこれは、安価をした時点で流局となります。はい、はい、ええー、フェニックスさんの一人テンで流局です。いやー、これすごくいい判断でしたね。はい。うーん。 その2曲1本場でストラはパーピン。お,お W3 いい手配。チャンス。そしてこちらが、たらいちさん。うーん、ちょっと厳しそうなハイパイ。とりあえず自敗から。フェニックスさんは、初はドイツナンバではない。その初がいつ出るかですね。そうですね。あ、今出た。さあ、申し掛けていきます。 ああ w さんがなかなか進まない。P を仕掛けたいんですよね。おっと、二つ目の風呂が入った。うん、換算総天配はフェニックスさんです。すぐ上がれた。えっ、ー、と。4000。初ドラ1。3900。4、ん ?4 は5ですか。4000は5000。んん仕掛け、でもまあ打点はドラドラですか。十分ありますね。フェニックスさん。はい なかなかこれねーあっ自力で入れたら<い>リーチですねまちは6球層でリーチといけます9層だといいペーコなんですが9層はもうドラ一さんがあんこで使っているのでありませんということはローソーだけさあそんなローソーは残り3枚ここ3枚ですねはいさあただドラ一さん追いつくかもしれないおここに来たということは残り2枚だ W さんももうインシャンテンでしかもチュンが出るとポンテンまで効きますよす、ね、散髪してやる気やな <laughs> フェニックスさんかな散髪したっておっしゃってましたもんあっチュン出たこれでテンパイ待ち合わせチストチ,チュソはないチーソーもないですチーソンもないないです え、じゃあ、この両面ないんですかローソ僧しかないってことですかないです。でも、ソ僧入ったはロは。ローソ僧入ったときに。嘘が現物です。振り点でもあ、今、嘘が切れたんで。うローソ僧入ったら嘘切るんじゃないですか切りそうですね。数ピン切ると、6級相数相。6級相数相。ローソ僧1枚の引き合い でもこれ、通ーアンコになったら、ローソー補充しちゃう。ローソー補充になっちゃうもんですね。でも、チーソーもパーソーもないから、ああ、スーソーは。ない,ないーーもないから、スーアンコならないです。ならないんですね。うん。ということは、ローソーだけ。ローソーの引き合いですね。行方だけですね。あ、もうここで。パーピンで一歩交代と。ドラだったんですね、パービン。あ復活。あ、ウソ通った。 ということは、ローソー全員ローソーあ、スウソーあった。あ、スウソー1枚ありましたかあ、ありましたね、そうですね。失礼しました。カウントを間違えていました。スウソーが1枚ありました。えっ、ー、と、いつもドライチはい。1000オールですね。1000は3000オール。さピンズ一メンツ。ドライチさん、自敗から切っていくか、ここはトンから。 3あんこ。9層がさっきの形はあんこじゃなかったんですよね。そうなんです。677889の形で見て、9層,層と数層のシャンポン待ちみたいなんだけどね。頭にする形ですよね。2あんこしかなかったんあいいじゃないですか。構図が多いですね。はい、お、えー、シャンピンが埋まった、いい3点。 先手取れそうですね。うん、取れそうだけど、今。急走がもうなくなっちゃったなこれ。ダブルズですよね。あ,あ、でも出るか。ね、急走がなくなったんよ。んそう、先生リーチ、町原、オーケストです。急走がないんですよ、ね。ローソン、ここに二枚。あと一枚か。あと一枚です。あと一枚。そうか、一枚切ったから。 まあ一枚あったら何があるかわかんなそうですね<っ>あと一枚って昨日からみんな上がってますよ <laughs> 確かにねそんな気がします私は W の方の丁寧な回しが好きですお<ー>確かに W の方めちゃくちゃ丁寧ですり,りゃんぺいこおりゃんぺいこりゃみてんにゃんうそ町 リーチには行きませんか。うん、行き、まあ行く必要がないって感じじゃないですか。なるほど。はい。親で鼻はい三枚出てますからね <laughs>。このリーチ <laughs>。親で鼻はい三枚出て。あ、嘘。ピーフイーペーコードラいち。はい。四千点ですね。ちょっと店長注意店長注意ってずっと。 言われた後に行く人めちゃくちゃプレッシャーじゃないですか <laughs> 聞こえてますよこれ聞こえてますよめっちゃプレッシャーですよね聞こえてますよ昨日のエイトさんが結構ね <laughs> そんな感じでしたよね <laughs> いやもうそれどころじゃないぐらい貯金しといてくれたらいいんじゃないですかあ確かにもう叩き切ってくれもらって、ね、いやでもほんと3連勝あるかもしれないね。 たくさ電池は強い。いや、本当に電池は強いです。お一瞬点、ここはんーまあ、いい素が振り手になってるんで、三層<ん>ですね。なるほど。はい。縦ンゴになって、一瞬点。さあ,あ、テンパイです。<ん>パーピン、キューピン。おっと。 ちょっとゴツゴツしてきましたね。これチーピン入ったらサブローキューピンになるわーあー。あ、そうか。まだテンパってなかった。まだ大丈夫。そうだそうだ。一巡耐えた夫。いやいやいや、な <laughs> 危ない。そうだ、頭なかったんだ。そうなんです。そこもいいシャンテン。とおっドライチさん。えっ、ー、<ン>ドラーさん。はい。マン,ガン6 0 0 0ボール。 あいおーいいじゃないですかこれおおいいじゃないですかめちゃくちゃあとは嘘を引けば完璧です、うん、あここもいいああ素層入れたダみんないいですよこれうん、うん、おっ、うん、やんねえへんかいんうんの、はい、う抜いてニクスさんう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 ん ノンピンとこれぶつかりますね、うん、ぶつかりそうこれピンズのタメンちゃんもありますしねありますね、注意シャンテンですよねうん、嘘、はい、から入ったときどうするんですかね、ドライチさんうーそだったらシャンポンで一旦受けるみたいな感じじゃないですかうん、なるほどどうかな、やっぱり ピンダメンちゃんなんか待ちたいですよね。そうですよね。相方がチーピンっていうのがちょっと。うわーーこれはも、ね、う。ね、文句なしリッチですね。はりゃうそ待ここに。あちゃちゃ。4枚。でも4枚。それでも4枚。しかも嘘の方が多いならいいか。いいですね <laughs> ダブルドラですから。そうですよね。貫禄。 カンローピンで追っかけリーチだここはかなり強気に行きましたねえ意外とこのカンローピンありますね残り3枚ってことは3対4あんまり枚数さないです ドライト行ったらえってコメントありがとうございます。排出は有利なのはドライチさん。イチドラ四裏ド,ドラはありません。万が一万二千点。なんかこう独特のバランス感覚ですね。すフェニックスの。 店長さんカンローピンの追いかけリーチは、ね、<え>意外でしたね親リーチにねカンローピンの追いかけリり位置なんだこの手配なんだこれ三連行みたいなねあーありますね三人うちならではですよね三連…うわ、うん、三連行ですねはいもう誰がどう見ても三連行が見えます、ねはい、スーピンは二枚来てる うわ、<あ><え>数案光短期は数案光短,短期ありますよこれえこれは事件が事件が起こるかもしれない事件かも注目して見ていきましょう何だえか<ん>これこれ何ですかかん,かんしましょうかんしませんもうなんかややこしいんでかんしたいですけど形的にはどういう445566で見れるのかな ローピンとウーソーのくっつきみたいな感じですよね、今、たぶそうです、はい。まあ、えー、スーピンのくっつきにもなります、ね。あ、そう、スーピンでもいいのか。スーピアンアコになったら。ウーピン缶です。あ、これ一応、一応ピン。品。缶ピン。 ローピン頭の換算ピンですね、はい、この本手を一応とか言ったらあれなんですけどスピンスピンポンもありましたけどねポンはしなかったですね何ですかこれは換算ピンから、えー、ウッパーピンなんたらとかなってあじゃあウーピンないのかえっと,えと4 5 6ちですかねなるほど現状4八も当たるのかな 四五六八8 4 5 6 8 8, 8、ね、4 5 6 8 8, 8 4 5 6 7もかさあパーピーを積もりましたえっ、ー、とつもトーンはないんですねつも面本イーペイコドラが1234567トリプルですね難しいな 三連行もあるんでね。うん、うん、三連行レアハン大きいですよね。ねで短期待ちだったら三安行もあるし。うん。本一といとい,問い三連行三え本一三安といとい三連行一二三七五六数えてましたね。ああ、数えた,いた方が高くなったかもか。確かに。はい。さ何二曲一本ばあ一本目じゃないですごめんなさい。何二曲ドラガリアンピンです。 ブルーさんプリンプリンプリンってなった。さあ w ブリューさんかなり手形立ちたとおっています。一気に逆転トップまでありますよ。まさかのね三連勝あるかもって言ってたフェニックスさんがここに来て今三番手まで進みましたから。まあでも親番ですからね。うん。 する昨日は、はい、これぐらいのポイント状況でバトンタッチしてまさかの大逆転劇が起こったんですよね。うん、そうですね。<か>はい、まあ3人うちなんで何が起こるか分かんないですよね。ねサブローソー以外は全部行くみたいな雰囲気になる。さあんぱ関連層。いい、行く。関連層残り3枚。うわあ、一発だ 強ーい。一発ドラドラ。裏ドラも一枚、漫画万が一万二千点の二枚。うん、この手配はどうするんでしょう。難しい。まあ、普通に進めていくしかないですね。一番整っているのは W. さんか。はい。 うん、今、親番中のフェニックスさんなんですけれども、はい、女性オーナーのお店だそうで、先ほど後ろに立たれていた右側の加藤さんの後ろにいた女性の方ですかね、はい、がオーナーさん。 らしいんですよなんで,マです結構実はあの女性の方の方がオーナーさんで <laughs> <っ>なんか行きやすいですよねさっきの「夏の雀ーも込みでですけどなんか女性は。すごいですよね。うん、全然そんなまあまあ正直なところね。 また前にいるね、うん、男性のお二人がね、経営者さんに見えちゃいますけど、うん、どうしても、関せず。関せず。前切りましたね。相手の女性オーナーさんと、まあ、入り口を広くして、私もすごい行ってみたいなと思いました。ね<え>お写真見てると、すごく店内が綺麗でなんか床もね、結構なんか大理石調の柄ですごくかわいいお店だなっていうふうに見えたんですけど、もしよかったらね、ぜひ皆さんも。 ちゃん作のサイトから、各お店さんのページとかもね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、フェニックスさんの手配がまとまってきましたよ。チートイツテンパイですね、うん。このチートイツもね、うまくね、待ち合合わせてますからね。ねうん、このチーソーは s a w さんに報酬するハイです。はい。おお、ここに来た。 あ、ダブルンだ。ダブルンだ。さあ、えっ、ー、と、ちっといドラドラなのは親ですね。はい。一本場。一本場なんで、えっ、ー、と、こちらは1000は9000。本場は両方につきます。いやー、すごいですね。しっかり上がりまで。今回でも、ダライチさんがもういいシャンテンだ。いいシャンテンですね。 ここはなんとかリーチして、ハネマンクラスを積もり、積もりたいですけどね。まあでも日本馬なんで漫画クラスでも、一旦ね、あの、カイリトンに持っていくっていう方法もありますし。ありますね。はい。もう普通に三層でいいと思いますけどね。はい。二風炉する前提ならば、三層ももう、んあ、本場が、 両方につかなかった。つかなかったですね。片方だけなんですかね。片方です、ね。ですあ、なるほど。出しました。本番は頭跳ねだったんですね。うん、さあ、面前リーチまであるかやはり親の店長は最強だと。うん。すべての親連長してるぐらいの勢いですよね。<laughs> フェニックスさんの店長さんは <laughs> しかもお店にマッサージチェーンもあるみたいですよ。リーチだ。早い。さあ、ドライツタブリーチは、町はペイとチュンのシャンプー待ちさあ、一発でこのペイが、まさかのトップ目から直撃できました。リーチ、一発ペイドラが、1、2、3、4、5。 1>, バイマン1万6000は1万8000点の2枚ですね。2> 2<枚>ソックとウラドラ。スタメンツこちら、ドライチさん、おっと。いい手配良さそう。そして、フェニックスさんもいい。みんないいですね。はい。ただ、フェニックスは、まあまあ、2連勝してるからな。まあ、一旦ね、軽く上がって、 カイリトンっていうのもありますよね。ありますね。うん、ああいい軽い。わあいい,ーい,いシャンテン。いいシャンテンですけどペンチーイソが残ってんよね。そうですね。押し返される可能性は十分ありますね。でも闇天聞きますよね。うわあ嬉しい演奏引いた。うーん、スウソ。 いいはいいすよ単葉の方にうんテンさあこの白を仕掛けるといいシャンテンからいいシャンテンすぐ町が変わりそううわリーチだニャンウピンロピン一発包重だ<あ>強すぎる逆転,だ逆転トップだリーチ一発ドラガー1234跳ねまう のチップが一枚移動します。さあまさくんの前半戦はフェニックスさんの三連勝となりました。どんな一曲です。髪型なんか似てますよね。なんかお揃いにしてこられたっていう。いやいやあの <laughs> ドライツさんも。あドライツさんもです。本当だ <laughs> 本当だ。当だね似てますよね。似てますね。めっちゃ似てる。なんか流行ってるんですかねこれ。流行りの髪型なのかもしれない。ね。ね ードラー急走です後半戦も皆さんぜひね応援コメントの方よろしくお願いします。僕も実はちょっとあんな感じなんで、ちょっと横が長い感じなの、ね。ああ、確かに横がありますね。はい、来週はじゃあ、佐藤さんも同じように。<laughs> <laughs> なんで散髪行ったばっかりや言る。<laughs> おっと、フェニックスさん、これはまさかのコクシーですか いやいや、もいる。あ、そうだそうだ。んがもう場に3枚切れてるんですけどね、うん。でももう1枚いますね。何ん、うん、さえ入れれば。意外とこういう国士がね、成就したりすることもあるっちようと思ったら、先生リーチです。ちはうっぱそう。<ん>おペイ入った。ああ、一発、すまた W さん。はねまん。 平成一発のドラさん。裏ドラも一枚乗りました。ハネマンの二枚。9000オール。昨日もそういえば言ってましたね、あの。何がですかええー、セルフジャンソーのスペース。はい、スペースさん。二回攻め勝ち上がった。はい,は,いはい、はい、はい。麻雀はやっぱ場所だって。ああ<ー>、<laughs> 言ってましたね。<laughs> <laughs> いやーそうも言いなくなるぐらいこうなんか同じ人がずっと上がったりとかよくあるじゃないですか、はい、三人打ちって今今あの三連小席ですよ、うん、あ本当だあそこだ C 席ですね<え> C 席ですよあのの天井カメラでで見た時のあ C C 席ですあそこは C 席かなんかよく4人うちの放送対局では A 席がいいって言うんですよあ <laughs> そうなんだなんか私協会に所属してるんですけど協会のなんか 公式戦の決勝とかよくね、じゃあ作品で配信していただいてるんですけど、はい、この A 席がね、い、e、いっていうふうに言ってるんですけど、三馬<ー>マだと C 席なんですね。三馬マだと C 席かもわかんない。あの、形もあまり良くないですし、まあリードしてますし、追いかける立場なんで、勘するかと思いましたけどね、このパーピンは。さあ、パーピンを勘しなかったところからの、 天そしてリーチはスッチーピン。ここも天パイ、マチはペンサンピン。ウッパーピン対スッチーピン対ペンサンピン。ランス,の交代スーピンが一枚吸収されて、はい、今スライドされましたね。ね 3品はあと1枚ですか。もう一回復活3層は打てないのでここは現物の3じゃあまだチーピンがあるぞって言おうと思ったら詰まりましたリーチ積もっていきうらが1234。跳ね前に4 0 0 8は5千九千9です。 加藤さんの髪切りますよってコメント来てます<え> <laughs> 切りますよ切りますよハートっていうコメント来てます <laughs> 加藤さん解説のファンの方ですあ,ありがとうございます <laughs> どちらでやられてるんでしょうね ライチさんもね、いいシャンテンですから。おお、イーピンがここになったところ。お、うん、お、かなり嬉しい,い,いシャンテン。うん、このイースーピンがちょっと薄くなってますね。そうですね、イーピンがここにね、薄くなんですよ、はい。スーピンがもう、あと一枚しかないんですね。ああ、天敗です。あ、これどうしましょう。ピン切ると、リャンウーピン。 ダブ,ルワンダブルワンチャンスですけどね。チーピンは。一応。大きく4切ることまで考えてます。4はちょっと切りづらいから、やっぱり一応チーピン切るんじゃない。チーピン切ってやみてんじゃないですか。ね。ここはチーピンを切ってやみてん。はい、ンピン取ってますもんね。はあ、一応ね、妥当ですね。<laughs> ヤンピンはただもう山には残っていないので、うん、出てくることもただあるかもしれないフェニックスさんからまあただチーピンをね、うん、勝負してるんで、うん、ああ積もった嘘うん。ドライチさんの勝ちだ、うん、いっつもドライチいい上がりですねうなドラも1枚乗りました漫画の1枚6000ォールの1枚ですあいいシャンテンですね早い、うん ピンズのカンのところが先に埋まると結構上がりやすそうなそうです、ね、9万9ピン<の>ねえ9万9ピンのシャンポンだったらねかなり上がりやすそうですけどああ9万が今切られてあたれあまあでもこれでウーピンの、ね、くっつきでピン付景になります外して そう一気にうすの均一にああにお最高ダーリーチだドライチさマッチはそっち瓶パックここに来た、うん、ただそっち瓶は手の中で一枚しか使われていません場に日枚切れなので六山です六山六山四七両面で六山ってすごいですね大体、うん、上がれそう、うん、そうですねちょっと押し返すのもちょっと難しそうですしね。 うん、よっぽどうまく積もが噛み合わないとそうですね積もって裏位置で跳ねまるんですかあとはどこにスチーピンがいるかですよね、うん、まあでも積もりそうですねじゃあ W3 のインシャンテンここはただ単層。 さあドライツさんのつみがりが裏ドラが乗るかどうかいいつも一二三四裏ドラはない羽根マンうーん,うーんまあまあいいですねフェニックスさんフタメンツうんここがいいかんしたいかんしたいけどダメですかすぐかんって言っちゃいますああいうの あしたいです。あ、んすよ。しますよね。しますよね。人として。人として。叫びの赤信ドラは今です。博多です。加藤さん、博多って。はい。住んでましたよ。え、住んでたんですかあの博多というか、福岡に。福岡にお住まいだったんですか一、はい、年だけですけど。へえー。はい は早いリーチだこちらでウービンなんかご飯が美味しいイメージがありますご飯も美味しいですねいい場所ですさあウービンを止まったリーツのドラヨン裏ドラが楽しみドラゴンドラゴン羽満4 0 0 0 8 0 0は6000と1万,1万 チップが1枚。そしてこれでフェニックスさんが箱下になったので飛び終了となります。